すんまへん。社長は今日は返済日ですね。元金立つとそいつの利息払ってもらえないか。あと3日待ってもらえないかな。こんにちは、はじめまして。なんだ銀行休みと思ったら壊れまんな。さっさとよこしていいそれ。さっさとよこしね、ありがとうございます。直線距離にしたら一番遠い人じゃないですか。めちゃめちゃ遠いね。すいません、お休みのところありがとうございます。マネさん、この間でまた10キロぐらい動いたんですか。ぶっ殺すぞ。でも、なんかあったらぶっ殺すぞ。ぶっ殺すぞ。ぶっ殺すぞ。あ、こんにちは、ごめんなさい。あの中学校の中国時代の違うやん。中学時代の他校のお友達。え、何の他校。他校同窓会。あの郡山中学校やねんけど、みんな松陰中学校。全然違う。全然違うねんけど。何つながりで。幼稚園つながり。幼稚園。それだけね。まあどうぞ。お邪魔します。はい、こっちでいいんですか、ね。あ、いいですよ。広いとこ。はじめまして。広々と。こんにちは。煮るなり寝るなり。本当ですか。昼寝を。ちょっと迷いしてちょうだい。北海道からわざわざすいません。はい、北海道から。かわいらしいですね。やらしいな。全然かこれ。YouTube にあげる。あ、はい、大丈夫ですか。マジですか。え、ちょっと待って。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 化粧して。みんなもカード化粧して。今日すごい。北海道には彼岸花が咲かない。ない。ない。竹もない。竹もない。ない。持って帰る。持って帰りたい。言った。そこら辺に普通に生えてるやん。もう普通に生えてる。びっくりしちゃった今。うちの鶏たちもいてるんですよ。ここから見えます。いいです。行っても。はい。え、あれ。あ、本当だ。え、鶏。可愛い。今メスだけなんですけどね。大丈夫。いなくなるんだ。勝手に今洗っていって、餌と食べてくれる。自分で？すごい、お利口さん。あ、虫食べるから？そう。同じ虫とかライグマもいっぱい出てくる。へー、すごい。え、そうだ、見てんで。みんなマスクし始めましたよ、お姉様たち。お姉様たちっていうのもおかしいね。お姉様たちでもね。あ、ちゃんとあのつなぎも。あ、そうです、そうです。はい、はい、チャンネルの。はい。くみちゃんですね。はい、よろしくお願いします。ご飯じゃあ、ご用意させていただきます。ありがとうございます。めっちゃご飯やわ、盛りよ。これ何？イカ。すごいな。なんかウェイトレスさせられてる。いやいや、同級生さん。働かされてる。お友達なのに。ひどい。ひどすぎる。ここから落ちてはねえな。落ちてます。すごいね。下に座ってもいいの？あ、どうぞどうぞ。僕あの膝痛いの。腰が悪いんで。あ、そっか。すごいね。はい、来ましたよ、電話。いっぱい。必殺商店があるんですよ。必殺商店、ありがとうございます。はい、これは、思い切って3枚ぐらいの。3枚、はい、本当ですか。本当ですか。ちょうどいいぐらいだと思います。なんかもうこんな柔らかくないと寝ちゃうかもしれないんですよ。どうぞ。要はね、テレビみんな、テレビつけて、寝て帰らはりますわ。本当ですか。いや、大丈夫ですよ、全然。はい、行ってください。すごいですね。すごいね。いただきます。はい、いただきます。これが焼肉のタレ、はい、で、とんかつソースです。はい、はい、ごゆっくり。焼肉言うたら値打ちないし、はい、あの、ステーキ。ステーキ、ステーキ、はい、ありがとうございます。これ何のお肉？もみじはありますか。もみじはありますよ。もみじとカエデのちょっと違いはわかんないですけど、もみじはあります。もみじこの大きさ。もみじはこれ。
何いやあるカエデは多分日分で多分カエデが多いかな。うん、多分そうだ。うん、こう飲んだら、はい、はい、で、食べ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 、それも美味しいんじゃないですか。JYN 組でーす。さすが。顔ちっちゃいなー。ちっちゃくないです。ちっちゃい思うとったけど。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そういうことな。うん、すいません。気づきました。ここにネジあります。もういいですよね。はい、はい、できましょう。はい。ほんとだ。知らなかった。いや、変だなと思ったんですよね。変だなと思ったんですよ。じゃあ、行きましょう。はい、リー君って結構優しいやん。あ、リー君優しいですよな。もう全部だから段取りしてくれて、うん、僕がね、まあもう月は何年や21年、うん、まあこう時期はね、ちょっとあれなんやけど、彼がね、なんて言うかな、うちの嫁はんも言うてんのけど、面倒見がええと、面倒見がええ言うたらちょっと上からになるけど、なんかこう女性に対して心遣いができると。笑ってません。もう悪意でしてる。いや、僕も笑ってないですよ。悪意でしてる。いや、ほんで彼が女性と接してるとこっていうのは、僕あんまり見るシーンっていうのはもう夜お酒飲むぐらいの時しかないからね。まあ言うたらもう僕も彼も独身の時の話やけどね。うん、で心遣い、まあまあこれ下心しかないやろ。ちょっとこんな田舎の放送エグいやろ、ほんま。これ時間言うんですか。ちゃなんか言いたい。なんか言いたい。しゃあけど何言うか忘れてんの。暇なの言うのやめた。何や間違ったんじゃないですか。言おうと思ったけどやめた。いや、ほんでな、何も言わないで終わっちゃった。面白すぎる。ほんで、一回ね、まあ、僕と彼の共通のね、知り合いがおるんだけど、お気に入りの女の子、まあ言うたら飲み屋で指名する女の子かな。わかる？この意味。うん。で、そのジュリアっていうのがね、彼女がディスコやな。まあ言うたら、こっちで言うたら、今で言うたらクラブ。彼女たちはディスコというのね。まあまあ別にその下心もなんもないや、知り合いのね、友達の、まあ、お気に入りの女の子やから。じゃあ行こうかで行って、その女の子とそのジュリアバチバチに喧嘩して、ジュリアが額が割れた。眉間が割れた。戦ってた。そう。いや、外人ってすごい。ほんまに。バチバチに夜働いてる女の子やから、やっぱ顔がやっぱりこう、なんていうか商売道具やな。ほんで、まあ、病院とりあえず行って、まあ言うたら顔のことやし、
あの縫わなあかんか、うん、そのままの治療で傷も残れへんようになるんで、うん、一回医者に診てもらわなあかん、うん、だか本人はええ言うとった、うん、な、酔っ払ってるし、うん、なわけにはいかんからと。でまあ顔が商売やってる言うてもまあ伝われへんから、うん、と救急病院に連れてって、で彼女たちは保険証がないから実費ですわ、うん、ほんで実費払ったんですよ。忘れもしない、11万5000円すごいな。いや、それ話聞いて、わー、すごいな、やっぱ優しいな。そこで話終わったらよかったんやけど、前振りですよ、前振り、前振り、こっからがネタで最後これが言いたいがために今、前置きがあった。いや、男気あるなと思うやろ。上げて、上げて、上げてね、はい、はい、今からここから、はい、どうぞ。